ジャクリーン・ザイフリーツベルガー、ジャクリーン・サイフライツバーガー、1991年1月20日帯は、オーストリア・オーバー・エスター・ライヒ州リード・イム・インクレイス出身のスキージャンプ選手である。ザイフリーツベルガーは1995年からスキージャンプをはじめ、2003年からナショナルチームに加わった。 2004年7月のスキージャンプコンチネンタルカップで国際大会デビュー、初戦8位、2戦目10位となった。2006年のジュニア世界選手権、クラーニ大会で6位、同年3月のコンチネンタルカップ、ザオ大会で初の表彰台となる3位となった。2007年のジュニア世界選手権、タルビジオ大会も6位、7月のコンチネンタルカップでは初優勝した。 2008年のジュニア世界選手権ザコパネ大会で金メダルを獲得、女子ジャンプ競技が初めて正式種目となった2009年世界選手権、リベレツ大会では個人12位となった。2011、12シーズンから始まった女子ワールドカップでは2月12日のリブの大会で3位となったのが最高で総合では11位となった。二千十二十三シーズンは二月のワールドカップ。 札幌大会で初優勝を挙げるなど好調で、世界選手権、バルディフィエンメ大会では、個人銅メダル、キアラ・ヘルツル、グレゴア・シュリー・レンツァガー、トーマス・モルゲンシュテルンと組んだ、新種目混合団体では、銀メダルを獲得、ワールドカップ総合でも4位と躍進した。2013年夏のトレーニングで膝を故障し、ワールドカップは1試合の出場のみであった。このため、 2014年ソチオリンピックへの出場は叶なわなかった。2014-15シーズンはワールドカップに復帰し、総合9位。世界選手権ハールン大会では個人7位、混合団体4位であった。2015-16シーズンは1月17日のワールドカップ札幌大会で3位に入る2013年3月17日の オセロ大会以来3シーズンぶりに表彰台に立った。総合4位でシーズンを終えた。2016、17シーズンは2回の3位。表彰台などにより、ワールドカップ総合8位、世界選手権、ラハティ大会では、個人7位、混合団体2位であった。2017、18シーズンは、ワールドカップ総合15位。2018年ピョンチャンオリンピックでは、 個人十三位であった。二千十八十九シーズンはワールドカップ総合十七位、世界選手権、ゼーフェルト大会では個人十六位、女子団体は二位を獲得した。二千十九二十シーズンは新型コロナウイルス感染症拡大のため最終戦となったワールドカップリレハンメル大会で転倒し十字人体を断裂、二千二十一年二月にも練習中に、 ハンツキータを損傷し、世界選手権オーベルストドルフ大会に出場できなかった。総合成績、ありがとうございます。